今日は8月の10日金曜日でございます。ももちくん外で遊んでるんだけど、今日は朝から気温がそこまで上がってなくて、まあ暑いは暑いんだけどね、多分30度くらいかな。40何度と比べたら全然大丈夫だけど、ただちょっとね空が曇ってるので、なんか夜もしかしたら雨降るかもしれないので、ちょっと湿度があってね、まあいつもよりはね日本よりは全然低いと思うけど、気持ちいいね今日は外だね。毛がすごいことになっております。今もちくんここでブルブルブルってやったら、もうファーっていっぱい抜けて、今外でね先生がねはたいてくれたんだけど、ちょっと大変ですね。昨日掃除したんだけどね、やっぱお風呂入ると毛が抜けますね。すごいことになってます。今日のお昼ご飯はチキンとズッキーニとマッシュルームのオイスターソース炒めを作っていこうと思います。そしたらオイスターソースを水で溶かしたのに、ガーリックパウダー少しと、あとお酒入れたのを流して煮ながら水分を飛ばして焼いていきます。できました。いただきます。朝ゆで卵作ってね、味玉を今つけてるんだけど、いい感じですね。ちょうど今ひっくり返して、こっち側が上だったのでちょうどひっくり返したらめちゃめちゃ色がついてて、ここね丸い白の丸は多分下に当たっちゃってんだと思うけど、まあ大丈夫でしょう。すごいね、こんなにつく浸かるもんなんだね。味玉なんてほとんど作らないので、まあ、あの卵もいっぱいあって、あの生で食べれる卵もうちょっとかなり古くなっちゃったので、生で食べるのは怖いのでゆで卵にしたんだけど、いい感じですね。ラーメンとかに入れたらめっちゃ美味しそうですね。なんかうだうだしてた時間が経ってしまいまして、もうすぐ6時なんだけど、座っております今日はちょっと金曜日だから、先生はこれからなんか友達とモンスターハンターをやるらしいんだけど、この間この焼酎の飲み方をね、あのコメントでいただいて、なんかペリエで割っても大丈夫ですよって書いてあったので、ちょっとペリエで割って氷入れて飲んでみようと思います。そんなに焼酎好きじゃないんだけど、まあ、美味しいかわかんないけど飲んでみますいただきます。あ、ペリエと割ると飲みやすいですね。半分も入れてないかなぐらいなので、うん、おいしい。あのね、飲み比べ5本セットも買ってきたので、こんだけあるんだけど、多分これかな、これとこれは別で買って、この2つ有名だからね。で、この5つがセットになってるやつで、私は多分この2つしか知らなくて、このね2つしか知らなくて、これはなんか有名っぽいんだけど、島のナポレオン、うちのあの親戚のおばさんたちにいろいろ聞いて、どれが美味しいのか分かんないけどいろいろ買ったので、今ちょっとこれもう全部入れちゃったから飲み終わったけど、まだ飲み終わってないね、まだ飲んでますね。ちょっとレモン入れてみました。レモン果汁があるのでレモン入れて、先生も結構好きで飲んでおります。今日のお夕飯は昨日の残りの唐揚げを唐揚げ丼にしました。海苔敷いて上にネギマヨかけて、さっき作ってた味玉ちょっとまだ染みてはないけど、でも半熟でいい感じですね。めっちゃ美味しそう。いただきます。もちくんはご飯を食べ終わったので歯磨きガムのお時間です。これこの間コストコでね、いつも買ったやつなかったので買ったやつなんだけどせーグッボイシックグッボイハイファイグッボイシックあーグッボイグッボイハイファイグッボイ。はい、じゃあ今先生がちょうどモンスターハンターを始めたんだけど、私やったことないので全然なんかどういうゲームか、まあモンスターをハントする狩るっていうのはわかるけど、どういうゲームか知らないのでちょっとね一緒に見てるんだけど、なんかねすごいグラフィックは綺麗だけどなんか難しそうで、私スプラトゥーンは結構好きでやってたんだけど、なんかああいうちょっとポップな簡単そうなゲームだったらできるんだけどね、これなんかガチなグラフィック系のゲームはね怖くて手が出せないので、隣で応援しながら見守ろうと思います。はい、ということで今日のビラはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビラでお会いしましょう。バイバイ。